金文。金文とは、青銅器の表面に囲まれた、あるいは刻まれた文字のこと。金はこの場合、青銅の意味。中国の印、州のものが有名。年代的には、甲骨文字の後にあたる。考古学的には、青銅器名文と称されることが多い。またカ金エ文とも呼ばれる。印は、青銅器文化が発達した時代であり、この文字を、 器の表面に混む技術は現在でも解明されていない。金文は式のような構成になって書かれた資料とは違い、完全な同時代資料であるためこの時代を研究する上で貴重な資料となっている。金文は拓本や模写によって研究されてきた。なお石などに刻まれた文章は石踏みと呼ばれ、一緒にして金石踏みと呼ばれる。またこれらを研究することを 金石学ぶという。時代的に1、陰金文、BC1305 頃から BC1070 頃、2、青州金文、BC1075 頃から BC771 年、3、東州、または、列国金文、BC770 年 BC222 年、4、新漢金文、BC221 年 AD219 年に分類される場合が多い。 青銅器の製造は、陰の成立以前の二里陶器より始まっているが、当初は金文をい込まなかった。十九代晩号が白にセとしたとされる暗陽器から、青銅器に金文が見られるようになった。初期は、図章記号、図章文字、俗記号と呼ばれる、マークのようなものが鋳造された。青春期まで二千二百種ほど確認される。文字として読み下すことが困難で、 果たして何を表すものなのか解明されていない。図書記号、祖、父など、祭る対象者の名を組み合わせた名文もある。陰末期の三角をつ、天神の時代に出現する、成文名は、長くても三、四十字止まりであり、内容的にも雑多で、書風、書体的にも統一性に乏しい。陰を滅ぼした衆は、陰の文化技術を流用しつつも、 さらに王と諸侯の関係をギブアンドテイクによって結びつけようと試み、それが聖堂記に囲まれる金文に如実に反映されている。三角をつ、天神と諸侯の間に見られた諸侯の成果を王が認め、褒美を与えたことによって、下方の聖堂記を作ることができたという事実についての諸説がさらに具体性を持ち長分化した。初期、前期の命としては、武王の征服を記載した。 力の名分、因象革命に言及した大網叶えの名分がある。中には、諸公同士の領地争いを解決した証文を記載した三紙版の名分もある。金文の成分は、これら王からの放章や領地範囲の名分化を通して、王の仲介があったことを物語るものとなっている。陰の鋳造技術を引き継いだ当初の金文では、成分の書式や末尾の 図書記号がそのまま流用され、工房の継続が見て取れる。一方で、文字を整える意識はさらに洗練され、描画的だった肉厚の点画も、均一の太さを持つ線で描かれるようになり、文字の大きさも画数に関係なく、一定の面積に収まるように、大黒帝の名のように、文字を一字ずつ枠線の中に収めるように、制作されるようにもなっている。文章の長文化は、 木下、猛虎え三32行500字を最大とするところまで発達した。これは、院の金文、青度器が素朴な祖先への採取道具にとどまっていたことに対し、衆金文が土地争いの解決案や、以後の政治方針を神前で表明するための、先制記念物へと内容を大きく変えたことに基するものと言えると同時に、衆の弱体化に伴い、青度器中造技術者が、 中王朝の工房を離れ、諸行を抱えの技術者となって、中国各地に散り散りになっていく全段階に達したことも表明するもである。周の当選から始皇帝の統一まで、軍有各挙の春秋戦国時代となり、儒教や道教に代表される、多種多様な倫理観が生まれ、鉄器の実用化に代表される、工業技術の発展が見られた。戦乱の時代となったため、多数の道見、 銅保など武器が鋳造されるようになるが、一方で、再使用の製造機も続けて鋳造されていくが、金などの楽器が急激に発達してくる。金文の変化としては、廃下の将軍たちに対する先行を記録する成分に変化してきたこと、国ごとに、字義や字型が多様に変化してきたことが挙げられる。さらに、従来は、不可能だった名文の彫り込みが、 鉄器の開発によって可能となったことが挙げられる。これまで器の内側に煮込まれていた金文が外側に刻まれることが可能となった。この技法の変化により、その金文のように筆記体にほぼ等しい銘が生まれたり、陳夜中山で流行した虫状体と呼ばれる装飾性の高い細身の銘が生まれたりしている。また、煮みより簡単に銘が刻めることもあって、 金に恩恵を刻んだものも出現してくる。始皇帝の統一をもって、列国の騒乱は終わり、多種多様に発展した事柄を統合し規格化する段階になった。始皇帝は、噴書工事を通して、文字、言語の統一を図り、列国の多様な文字文化を廃止した。統一規格の文字を広めることも兼ねて、自らの部位を示すために大山をはじめ各地に国籍費を混流している。 鉄器の質的向上により、これまで不可能だった石踏みの混流が可能になったことにより、破体後の重要な文字資料は、青銅器から石碑に移行していく。破及び漢では、青銅器は、もっと身近なものに用いられた。始皇帝は、土量孔の統一を図るため、統一規格となる噴銅やマスを大量に鋳造させた。噴銅は、剣、マスは、量と呼ぶため、合わせて、 剣領名と呼び名わされている。始皇帝が着手した貨幣統一の流れを男も継承し、始皇帝が鋳造を命じた半量船の鋳造は男も続行した。武帝による五種船鋳造と地中船排斥によって、新官の貨幣制度が軌道に乗り、それに囲まれた名、実用的な陶器や航路、洗い、金払いなどの名が 漢時代の金文の代表例となった。また、道教の名文も漢代金文の大きな部分である。飲酒金文は、青銅器の内側に囲まれているが、どのようにして鋳型に目を刻むのかは明確になっていない。青銅器の鋳造法そのものは、工房の発掘によって大量の鋳型が発見されたことから、というプロセスは判明している。しかし、内型、内藩、 中語に銘を入れる工程は明らかになっていない。いこまれた銘は自覚がくぼんでおり、内型、内半、中語に入れた段階では自覚部分は盛り上がっている。この粘土を盛り上げる技法について様々な仮説が立てられている。これは真の金石学部の件に、元元の仮説だが、この仮説を実証した実験はない。ただ、実際の器には書き取り作業中に、 必ずできる刀傷がない。ただ、猛攻家内のように大きな局面になった内面全面に入った名文制作は困難である。これに対して二十世紀末期に立てられた仮説では、方法が提唱され、実験の結果、名を再現することに成功している。ただしこれに対しても物的証拠がないことから仮説の息を出ない。また、 木片やめし側などのテンプレートを流用して器の名と蓋の名を同時に作ることができるにもかかわらず器と蓋の名が完全に一致する制動器は一つも発見されておらず器の名と蓋の名が別々に作られていることからその仮説を否定する意見もある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください